はいたーい。8月27日 土曜日、ホニラジオ、今週も始まりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、すごいですね、パンチの効いたゲストを連れてきております。はい、まずは自己紹介からします。はい、本日パーソナリティを務めさせていただきます、沖縄と世界を結ぶエンターテイナー、さっちゃんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして今日のミキサーの、はい、FM ギノアスタッフの山崎優太です。よろしくお願いします。はい、優太さん、今週もよろしくお願いします。そして今週は、はい、私一人、パーソナリティで回していく形なんですけども、本日のゲストをお呼びします。コウキさんです。自己紹介も含めお願いします。はい、グレスケリーっていうバンドをやってます、ボーカルの山口です。よろしくお願いします。お願いします。そしてどうぞ。グレスケリーのベースとコーラス担当してます、チャーリーです。チャリさん、よろしくお願いします。はい、本音ラジオメンソーレという形なんですけども、お二人さん、どんな気分でしょうか。とても緊張しております。ね、いつもと違いますよね。歌ってる時の姿見た時はすごい堂々としてたんですけども、すっごい小心者なんで、僕今日すごいなんかね、ちょっとクールじらしてます。緊張してね。あ、本当ですか。喋らないかも。はい、ぜひぜひ引き出していきたいんですけども、今日はですね、はい、今おっしゃった通りアーティストさんですよね。はい、かっこいい、まあ、そうですよね。はい、かっこいいアーティストさん。なんで自信持たないんですか。じゃ今この自分が映ってることにすごく警戒心を持って今ジロジロ見てる。リスナーさん、はい、今すごいですね、ユーストリームの、はい、画面を見てですね、コウキさんすごい今はい、緊張されてますけど、どうぞコメントも待ってますんでよろしくお願いします。なんですけども、今日はですね、お天気どうですか。すっげー晴れてますね。よかったですね。っていうか、めちゃくちゃ天気がいいですし、そうなんですよ、景色がすごいですね、これ。久しぶりに晴れました、自分たちのラジオの時。本当ですか。最近、はい、雨降ってましたよね。雨多いですね、最近。このお二人が来たら晴れましたよね。はい、晴れましたね。この後の前頭 A さんもですね。あ、そっか。はい、そうなんですよ。え、考えてなかったです。明日行きます。明日行きますか。あー、いいです。沖縄の人ですね。はい、はい、私この後行きます。あ、行くんです。はい、演奏ですか。演奏じゃないです。もうそろそろちょっと飲みたいんで、ずっとお酒我慢してたんですよね。はい、まあこの後も、はい、ライブの話とかも含め後で話させていただきます。その前にですね、まずグレイス・ケリーとは何か、そしてコウキさん、チャリーさんとはどんな人なのかっていうのをですね、はい、改めて紹介させていただきます。まずはですね、自己紹介 と活動の方、内容の方を伺ってほしいんですけど。自己紹介、はい、自分の個人的な。そうです、そうですね。あのバンドのこと、何してますよとか。あ、はいはい、自己でいいですよ、まず。はい、僕はですね、はい、音楽を始めたのが大学の3年生とか4年生の頃かな。バンドを始めて、でもそれまでは全然音楽経験とかは全くなかったんですけど、はい、アメリカに留学する経験がありまして。留学？うん、ほうほうほう。確か、ベトナムでしたっけ。ベトナム…じゃミャンマーですね、ミャンマーなんでそこ乗るんですか。今ボケたんですよ。初めてボケ聞いた。あ、本当ですか。うん、はい、そういう感じで来るんですね、はい、結構地雷みたいに来るんだね。はい、そうですね。オッケーオッケーオッケー。ランドマイン、ランドマイン。今心構えができた今、ね、とりあえずぶっ壊したいなと思って、この緊張を。はい、でアメリカですね。アメリカ。アメリカのユタ州っていうところに1年間あっちの大学で勉強してたんですけど、はい、その時に初めてちゃんと音楽やったかもしれない。そこでなんか好きな授業取っていいよって言われたから、うん、なんで笑ってるんですか。いや、もう勉強しに行ったはずなんだけど、うん、好きな授業取っていいよって言われたから、なんか DG、 そうそうそう、ギターのなんか初心者のクラスとかあって、うん、そうそうそう。でアメリカ人ばっかで、でも向こうの大学って総合大学だから、おうおう、音楽学生とかもいっぱいいるんですよ。で沖国とかそういう音楽とかはないじゃないですか、留大でも。あ、沖縄の国際大学。そう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 、はい、だけど総合大学全部のジャンルがあってみたいな。そういう人たちが単位埋めるためにみたいな、はいはい、すげえ簡単なクラス。いや、ピアノやってた人とかバイオリンやってた人が、うん、なんか単位埋めるために超初心者のギターのクラス取ってみますみたいな、うんうん、あ、そんな流れなんですね。そういうところに入ったから、あっちの人は結構分かってるわけよ、その
要領というかね、音楽に知ってるけど俺はもう音楽全く初めての状態で英語でなんかはい A 出してとか言われて、え A って何みたいな、そういうなんかコードですよね、からその始まって、そこでいろいろ音楽について学んで、へー、そっからですね帰ってきて、うん、あのバンド組んでみてとか。え、びっくりしました今。そうなんですか。なぜかというとね、チャーリーさん、最初私コウキさんのイメージがもうバンドマンで入ってきてるんで、うん、なんていうかな、そこでスタートとかじゃなくて、そこの留学で音楽をスタートじゃなくて、音楽をするために留学したみたいな感じかなと思ったら違うんですね。全然違いますね。留学できっかけをつかみに行ったんですね。きっかけと出会ったって感じですかね、掴んだっていうよりは。なるほど、うん、それがまあいろいろこう回り回っていろんなメンバーとかいろんな人たちとやって、うん、今このメンバーに落ち着いて、うんうん、グレイスでそう2年目ぐらいになるのかな、このメンバーで、うん、あ、グレイス・ケリーっていうバンドですよね。そうですね、はい、うんうんうん、という感じですかね。じゃあその留学でギターを始められて、うんうんうん、だいでも3年4年ぐらいしかしてないですよね。4年前とかかな、5年か5年前ぐらい、そんなもんです本当に。ね、チャーリーさん、一回私ライブで、うん、あのグレイス・ケリーさんの見たんですけど、うん、死にかっこよかったです。あ、そうですか、ありがとうございます。その時本気で本気で出会いもちょっと、ね、出会いがあったんですね、今日のラジオの前に、うんうん、なんていうタイトルでしたっけ、あのイベント、 CWS っていうやつ、うん、何の略だっけ、クラップウェーブシェイク、シェイクみたいな、うん、ヒューマンステージ、うん、ヒューマンステージで、ヒューマンアカデミーって言いそう行ったね、当日も当日行って笑われましたね。宜野湾市のヒューマンステージって言ってですね、うん、すごい音響がいい、お箱があるんですね、うん、そこで私 MC させていただいて、でコウキさんもチャーリーさんも、うん、なんとバンドでね出て、その時に、うん、あまりロックに携われる機会がなかったんで、うん、同級生がこうやってロックを弾いてるのは感激を受けました、うんうんうん、その後に CD いっぱい聴いたんですよ。あ、ありがとうでその CD も友達にまた貸ししてます今きっと戻ってこないでしょうね一応録音してるんで、あ、大丈夫、今日新しい CD 持ってきたんで。あ、なるほど、ありがとうございます。一個プレゼントしますよ。あ、ありがとうございます本当は3980円税込みぐらいだと思うんですけど結構高めですね。そうですね、 DVD 付きぐらいで、ね、DVD とポスターがついてたらいいんですけど、おうおう、ついてないですけどあ、なるほど、まあ、1000円、うん、1000円で売ってるんですけど、あ、ありがとうございます、大丈夫です、そうですね、はい、今日流れますよね。今日はそこから2曲ぐらい流していただけるってことで、 ありがとうございます。ぜひお楽しみ、ぜひ聴いてみてください。はい、という形でコウキさん留学してまた音楽と出会って今活動されてるって形ですね。そうですね、はい、いや、あと一つ違う顔があるんじゃないですか。お私も今ハマってるんですよ。その顔とは、顔といえばそうですね、革の職人。そうですね、職人ってほどでもないんですけど照れちゃって、宜野湾にレザーライブっていう革細工屋さんがあるんですけど、はい、そこでそうです、音楽と同じタイミングぐらいかな、本当にそんなに昔からやってたわけではないけど、4年か5年ぐらいかな、うんうん、その最初は教室生で、そこでいろいろ作りたいもん教えてもらいながら作るっていう感じだったんですけど、うんうん、はい、そこから教授まして、うん、そのお店でちょっと働いてみたりとか、うんうん、あとは人に売るようになったりとかして、はい、そこからもうなんか途中から自分のなんかブランドみたいに作って、うん、レザーライブとは別で、個人でやってますっていう感じ。いや、かっこよすぎですよね音楽と同じで4年ぐらいで進行して、なんとブランド名がグチヤマ山高貴グチヤマ高貴ですねグチヤマ高貴っていう感じでグチって呼んじゃった、グチヤマ高貴はぁ、今日この革のブランド持ってます、うんうんうん、ブランドっていうか自分で作ったもんとかは結構身につけて、やっぱりリスナーさん見えますか、え、映像さん、どこ、あれ、これです、これ革ですよ、こういうコインケースとか、これ自分で作ったんだね、見てください、財布とかもらってください、超上等、これでも結構初期の作品だから、超上等なんだけど、すごい雑なところはあるけれど、うん、こういうカービングって言うんだけど、その革に絵を彫るっていう、すごくない、すごいですね、葛飾北斎、葛飾北斎が富嶽三十六景好きなんで、
なんて言えばいいんですか、葛飾北斎のそのもう一回お願いします。風格36景ですね。お、顔で書いて財布にしてます見えますはい、気持ちだけでいいんで、はい、ありがとうございます全部見せます。あ、ありがとうございます。いや、じゃあなんか自分が持ってる革製品が、してくださいよ。あ、なんかちゃんとしか見えたこれ台湾で買ってきたんですよ。台湾ですか、これメイドイン台湾ですか。これ本物なのかな。これ革と革は本物。本物の革、うんうん、全然。これね、300元。300元っていくら900円。900円、安っ。これ2400円。見えます、はい、やっぱよかった。で、あの友達に革職人がいないからこれ全部偽物と思ってたんですよ。これ革、もう革だし、つうかこれ手縫いだよ。手縫いだから多分一人なんか一個一個縫ってる、多分ミシンでこう工場でバーってやるのじゃなくて。はあ、じゃあ本物なんだ、うんうんうん、ありがとう。これはいくら。これ800元。800元、2400円ぐらい。安い、安い、めっちゃ安いえ、OK、日本だったらどれぐらいするの。これだってまるまるレザーさんとか、あのですよね、ミノワンの通りにあるじゃん、うん、ああいうところ行くと多分1万円とかするんじゃん。ですよね。ですよ。一応そう思って買ったんですけど、でも後から考えたら偽物かなみたいな。革もちゃんとっていうかすごいしっかりしてる。嬉しい。やっぱ革の詳しい方は見せてよかった。さすが見る目がございますね。いやいやいや、このデザインはちょっと難あるんですけど、素敵です。はい、っていう感じで、あ、見えたって、プレゼントしてくれるのってリスナーさんが。あ、コウキさんの財布をあげますね。俺の財布はもう全然もう、じゃあなんかあの最後にこちらまでみたいなプレゼント。死に上等ですよすごい。ありがとう。後で。そうですね、リスナーさんも気になってると思うんで、早速エコザイルさんありがとうございます。エコザイルさんありがとうございます、はい、あのお店のね住所の方もお伝えしますんで今で聞きましょうか。じゃあお店はそのレザーライブっていうところでずっとやってて、で今そのなんだろう、場所は自分の自宅でやってるの。へー。自宅に工房があるから、もうそこで全部できちゃうから。え、できるんですか。お店っていうか、うん、だからもうなんか Facebook とか知り合いの友達とかからもうオーダーが来て、それをまあ作って。あ、すごい、すごい上手ですね。あのうちの、ありがとうございます。うちのあのスポンサーさんのごやつさんがいるんですけど、あのコンサルティングする方で、うん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 、よく言うのが SNS で発信しなさいって、うん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 、今ね、沖縄も日本もいろんなところでつながれるのに、あの若者が SNS をもっと使って、あの、まあ、自分が好きなことをするべきだという形で毎週教えてくださるんですね。それをコウキさんは見事にやってるから。そうですね、うん、引きこもりなんでいえいえいえ、もうそこから発信していこうかなと。それ自体で活動してるんで。そうですね、うん、ちなみに Facebook で結構発信してきます。やっぱりきますね。その写真とかこう何個か載せるとやっぱり反応して、まあ、いきなり欲しいって言わないでも、なんか何個か載せてるとそういえばこういうの作れるみたいな話が来たりもするし、はあはあ、例えばあの女の子で言えばね、若い人たちがビーズ作りとか、あの縫うことが好きな方とかいれば、また自分で作って、うんうんうん、Facebook で発信もできる、同じようにできるってことですか。うんうんうん、そう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 、そういう方法だと思う。いろんなやり方があるんですね。そうですね、ありがとうございます。そしてですね、ちょっとまたチャーリーさんの自己紹介に行きたいんですけどはい、行きましょう。もう一つ気になること言っていいですか。何でしょうか。さっき動画の編集のなんかお仕事もされてる。あ、そう、今仕事はその動画編集の会社で働いてて。すごいんですけど。その映画が好きだったから、うん、その映像もいじれるかなと思って。その音楽を要は作ってる人って結構映像に興味を持つ人が多いらしくて、うん、でやっぱ音楽ともちろん映画とかその何でもそうだけど、そのアートの枠にはまるものはやっぱり多分携わりやすいのかなと思って、うんうんうん、やってみたらすごくハマってるっていう感じかな。じゃあもう好きなことばっかし超羨ましいねえチャーリーさんね、うん、それが好きなことやって生活してるのいいよね。超羨ましいですよね、うん、いい。それ音楽だけで生きてたら一番いいんだけどね、もちろんそれは私もなんか習いたいです。なぜかというと、私も今その本業となる仕事を、うんうん、はあのまあお仕事あのなんていうか、ご飯を食べていくためにやってる感じなんで、うんうんうん、がっつりその本業の仕事も今好きなことも、ね、と含めやってるじゃないですか、うん、動画って。すごく場所にだから恵まれたと思います。これどうやって探したんですか。これね、プロフィールさっちゃんに先に
送って、うんうん、白里通り、俺ヒルトンホテルっていうところで働いてたんですけど、はいはい、すごい、そこで仕事中に、うん、ウェブアグレみたいので見つけましたそれこうラジオで言わなくていいよいやでもいや どうやって見つけたんですかっていうから、あすごい今ね素直な気持ちで ありがとうございます。あじゃ あ仕事をしながら他の仕事を探してたっていう形で、そうなんか、うん、なんか偶然なんか違う仕事もやってみたいなと思って仕事中だったけど時間があったから調べてたらこの見つけて、そうだね、あこれでもほら映画も好きだし音楽もやってるからできるかなと思って、はあ、まあ、いろいろ調べてみたっていう感じ。素晴らしいですね。ちなみにこの映像編集会社で両立ってできるんですか？両立音楽活動と、あでも むしろその方が良かったかもしれない。そのホテル勤めの時はやっぱり時間の変動が多かったから、へえ、今ちょっと調整できる、うん、そうそうそう、だいぶその融通聞かせてくれるし理解もしてくれてるから、うんうんうん、へえ、だもしかしたら今現在進行形でうちの会社の人がオフィスで聞いてるかもしれないこれは宣伝しない方がいいですか？その会社ですか、うん、ああもうしていいのであれば全然どうぞ。あ今働いてるところですね、ベレール株式会社っていうところで主に結婚式の、うん、沖縄結婚式多いじゃないですかはいはい、そういうところに入って、まあ、記録撮影もするし楽しそうで、エンドロールって見たことありますか、うんうん、その感動します。そう式の最後にバーって流れて、はい、なんか退場した後に見てなんか自分の名前とかロールでこう出てくるやつ、うんうん、で後ろの映像を俺は必死にみんなが披露宴でワイワイしてる裏で必死に時間と戦いながら作ってるっていう、はい、あの人なんだ今年8個結婚式あったんですよ。8個多いな本当に多いですね。で8個全部見てつくづく思うのが、こんなにうちらが笑ってる後ろで この後ろの裏方の映像さんはすごい大変な目に遭ってるんだろうなってあれね恐怖ですね本当に。どんな気持ちなんですか？もう死にそうな気持ちになりますやばいんですね。じゃあもう時間がね本当 6時間はないかな、5時間ぐらいその現場に入ってからその流さなきゃいけないっていうタイムリミットまで、でもその5時間が本当に30分とかに感じる、時間に追われすぎて。その撮るのも入ってますもんね。そう撮る人は別でこの行ったりこの会場と編集室行ったり来たりして撮ったらどんどんくれるみたいな映像、そのデータを撮った後すぐポン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 回ってくるから、それを必死にこう編集してみたいなはあ、しかもみんないい顔してるからどれ入ればいいのかとかね。そう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 いうのもねよく工夫してるのはどんな感じですか？コツとかあると思うんですけど。コツはでもやっぱその音楽やってるからか分かんないけど、だいぶ曲に合わせてしまうことが多い。すげえ。好きな曲をお客さんが先にもらっとくんですよね、そういう仕事って、でこの曲に合わせて作ってみたいな。おうほうほう。だからそのお客さんの例えばケツメイシだったらケツメイシのなんか、うん、アップテンポなら結構この映像もパッパ刻みよくとか、うんうん、なんかゆっくりでしっとりした曲だったらこうなんかフェードアウトしてフェードインみたいなちょっと長めにとかさ、はいはい、そういう曲に結構合わせたりしちゃうかもしれない。なるほど、うん、あの画面の出てき方とか。そう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 。いやーすごいですね、私も結婚式のスライドのねやらされたんですけど、これ難しくて難しいね、うん、それを毎日ねまた奮闘されてるのもすごいと思います。すごい、ね、なるほど。じゃあコウキさんはかなりのクリエイティブな方なんですね。多才ですね本当に。器用ですね。運よくもなんかそういう風なことばっかりできてます。素晴らしいですね。ありがたいです。はい、ありがとうございます。はい、それでですね、はい、今回のメイン、すいません、チャリーさんの自己紹介確かに交代紹介もう結構喋ったからねお願いします。何もないんだよね。いやもう全然全然いいですよ。生い立ちから生まれた時からでもいいですもん右足から歩いたとかでもいいんで、はい、そこはちょっとわからないから。わからないですよね。じゃあ分かるわけないじゃないですか。音楽から、うん、あもう好きなところからですよ。音楽始めたのは、これも後期と同じぐらいか。あ違うか。あそうなんですね。あでも20高校の時やってたじゃないですか。俺はやってない。あやってないちょっと待った2人っ、ね、それはちょっとギターの方。そうですね、はい、自分は一応、うんうん、昔からはやりたいと思ってて、はい、だけど、うんうん、全然やりたいって思ってただけで行動は特に起こさなかったんで。なるほど、うん、最初にまず何したんですかね。最初ベース買って、へあこの
この曲のこの部分弾きたいと思って、あ、好きな曲があったんですね、うん、そう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 、この部分面白いと思って、うんうん、で弾きたいと思って一番安いベース買って、そこでスタート触って、あー面白いなって思ってただけなんだけど、おー、でちょっと経って、で中学校の同級生に久しぶりに会って、うんうん、今何してるのってなったら、ちょっと音楽やってるよって言われて、でバンド誘われたんです。じゃあもうそのつながりで一気に乗った感じで、そうそう、うん、でその流れでどんどんやってったら、うん、後期に出会って、うん、みたいな感じで、それで今結成されて、そう、何年目ぐらいですか？2年、ちょうどそうだね、出会ってからは2年ぐらい、そうそうそう、うん、へえ、なんかもっと長くいるような感じがする。そうね、すごい仲いい感じがする。それは思う。それは思います、うん、思う思う。よく会ってる感じですか？プライベートとかでも。あの、俺が結構一方的にこの録音する、うん、そうそう、この曲撮るときにこのベースなんか弾いてみたいな。うん、へえ。で呼びつけるっていう。うん、あ、じゃあもう来て。で来てくれるんですか？うん、オッケー、オッケー。来てくれる。優しい。で来て、すごいこき使われるっていうね。でもチャーリーさんなんか喜んでね、あのちゃんと答えてくれそう、うん、なんかキサラギさんと似てません？それはどういうあれですか、あの雰囲気ですか？穏やなんつうか、なんか困った時に大きさ、あ大きさ、体重見たことないけど、いや見たことないけど、キサラギさんわかります、うん、わかんない。びっくりしましたね、今のコメント、今のコメントだ、あの、ね、当たってますよ、この どういう感じがですかっていう、キサラギさんもっと大きいですね。そうですね。雰囲気、うん、あの、そういう体格かな。心も、そう、体も、あ、大きい感じで。そんな感じですよ、でも、大きい人は。そう。心広い。聞いたことあるよね、その、体の大きさと心の大きさが結構比例するんじゃんっていう。うん、比例する。やだ、なんか、聞いたことある。嘘、本当に、うんうんうん、男女構わず。なんか本当に、大きい、ふくよかな人は結構、あの、おおらかな方が、うん、多い気がする。悪い人、悪い人いない。確かに体が大きい方は本当に予想通り怖い人いないかもしれないですね、うん、いない気がする。時と場合によるけど、ジャイアンは怖いよね。あ、でもジャイアンは実は優しいやつなんだよね。あ、うん、っていう噂が。なるほどね。ちょっとこの話はもうどこまでもいきそうですね。はい、そうですね、止まらなくなる。伸びたは小さいみたいな感じでね。そうそうそう。はい、なんですけど、またあっという間に24分、早くないですか？早い。後期が全部持ってった。チャーリーさん大丈夫です、この後もやりますんで。はい、その前にですね、1曲後期さんご紹介お願いいたします。はい、じゃあ1曲目流していただくのが、最近作った CD のタイトル曲になってます。ディズニーランドです。聴いてください。大好きです。あの歌でしょ。あの前聞きました。聞いたってか前も流してもらったもんね。うん。ディズニーランド好き。ちょっと。あ、そうなの。あの CWS の紹介でゲルシーズトップが取ってきて。ゲルシーズ。ゲルシーズさんが。2回出てますよ。2回も出てるんだ、うん。この内容の話とかも教えてください。今からスタジオに取りに行きますって。川。ぜひ会いましょう。この辺の今オフショットっていうのも見られてる。全部聞こえますよ、ね。聞こえてるの、はい。今リスナーあれ聞いてんじゃないの。リスナーはラジオ聞いて、でユーストリームを聞いてる方が、はい、あの、ね、この裏話を。わざと流してます。そういう違いがあるんだ。差別化というか。いいと思う。チャラい AKB ファンって誰だろう。いつも来てくれるわけ。曲は これめっちゃメッセージ性あるね。賛否両論なんですけどね。え、でもなんかそこをなんか賛否両論で語れる感じがきっかけになる感じでいいかなと思って、あえてそうやってる角の立ちそうな歌にしてるっていう。ああ。これあれだね、話しながら打つの大変だね。うん、面白い。でも
人見てるか分かんない。今このユーストリームだけで20人。そう、生？ラジオ聞いてる人思ってました。ユーストリームは。下手なこと言えないじゃん。大丈夫ですか？大丈夫。いらない。そう、なんかインパクトある。20人見てるんだったら20人つぶやいてほしい。あ、それ言いましょうね。こういうの初めてかもしれない。あんまり映す人いないですよ、多分、うん、これをあんなにコメントも、うん、なんか言ってるなんて言ってる。俺の次はギターの安村だよ。僕は P さんだよ。ゆる。P さん。最初プーさんって言ってたんだけど、まずい。著作権的にどうなんだって。ああ。これ水にやったら強いし。そんな感じなんですね。P ってやったら P さんになった。してますね。あの財布って大体どれぐらいですか、価格は。価格としか あの絵を描いた財布。2万ぐらいしません。あれね、3万売るなら3万ぐらいじゃない。時間がめちゃくちゃかかった。あ、そっか、あれのデザイン代も入れたら4万かかる。3万。手彫り手でやって手縫いだし。じゃあこれ、もうそれぐらいしますよね、これも。これ絶対高いと思う。どうやったのかわかんない。これ いっぱい売られてますか。ほんと失敗の人がやったのかな。じゃあ安い人件費でやってんだろうな。その他の違いで、たぶんあっちの人からしたら高いんじゃない。300円。ああ、現地の人ゴール。え、ミッキー CM 入ります。はい、で CM 行きます。次はなんだろう。次タイトル決めないと笑い。
ハイタイ。8月27日土曜日、ホネラジオ今週も始まりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、すごいですね、パンチの効いたゲストを連れてきております。はい、まずは自己紹介からします。はい、本日パーソナリティを務めさせていただきます、沖縄と世界を結ぶエンターテイナー、さっちゃんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いしま す。そして今日のミキサーの、はい、FM ギノワンスタッフの山崎優太です。よろしくお願いします。はい、優太さん今週もよろしくお願いします。そして今週は、はい、私一人、パーソナリティで回していく形なんですけども、本日のゲストをお呼びします。コウキさんです。自己紹介も含めお願いします。はい、グレースケリーっていうバンドをやってます、ボーカルの山口です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてどうぞ。グレースケリーのベースとコーラス担当してます、チャーリーです。チャーリーさん、よろしくお願いします。はい、本音ラジオメンソーレという形なんですけども、お二人さんどんな気分でしょうか。とても緊張しております。ね、いつもと違いますよね。歌ってる時の姿見た時はすごい堂々としてたんですけども、すっごい小心者なんで僕。今日すごいなんかね、ちょっとクールじらしてます。緊張してね。あ、本当ですか。喋らないかも。はい、ぜひぜひ引き出していきたいんですけども、今日はですね、はい、今おっしゃった通りアーティストさんですよね。はい、かっこいい、まあ、そうですよね。はい、かっこいいアーティストさん。なんで自信持たないんですか。今この自分が映ってることにすごく警戒心を持って今ジロジロ出てる。リスナーさん、はい、今すごいですね、ユーストリームの、はい、画面を見てですね、コウキさんすごい今はい、緊張されてますけど、どんどんコメントも待ってますんでよろしくお願いします。なんですけども、今日はですね、お天気どうですか。すっげー晴れてますね。よかったですね。っていうか、めちゃくちゃ天気がいいですし、そうなんですよ、景色がすごいですね、これ。久しぶりに晴れました、自分たちのラジオの時。本当ですか。最近、はい、雨降ってましたよね。雨多いですね、最近。このお二人が来たら晴れましたよね。はい、晴れましたね。この後の前頭 A さんもですね。あ、そっか。はい、そうなんですよ。え、考えてなかったです。明日行きます。明日行きますか。あー、いいです。沖縄の人ですね。はい、はい、私この後行きます。あ、行くんですか。はい、演奏ですか。演奏じゃないです。もうそろそろちょっと飲みたいんで、ずっとお酒我慢してたんですよね。はい、まあこの後も、はい、ライブの話とかも含め後で話させていただきます。その前にですね、まずグレイス・ケリーとは何か、そしてコウキさん、チャーリーさんとはどんな人なのかっていうのをですね、はい、改めて紹介させていただきます。まずはですね、自己紹介と活動の方、内容の方を伺ってほしいんですけど。自己紹介、はい、自分の個人的な。そうです、そうですね。バンドのこと、何してますよとか。あ、はいはい、自己でいいですよ、まず。はい、僕はですね、はい、音楽を始めたのが大学の3年生とか4年生の頃かな。はあ、初めて。でもそれまでは全然音楽経験とかは全くなかったんですけど、はい、アメリカに留学する経験がありまして。留学？うん。ほうほうほう。確か、ベトナムでしたっけ？ベトナムじゃミャンマーですね、ミャンマー。なんでそこ乗るんですか？今ボケたんですよ。初めてボケ聞いた。あ、本当ですか？うん、はい。そういう感じで来るんですね。はい、結構。地雷みたいに来るんだね。はい、そうですね。今心構えができた今。Okay、とりあえずぶっ壊したいなと思って、この緊張を。はい、でアメリカですね。アメリカ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 のユタ州っていうところに1年間あっちの大学で勉強してたんですけど、はい、その時に初めてちゃんと音楽やったかもしれない。そこでなんか好きな授業取っていいよって言われたから、うん、なんで笑ってるんですか。いや、もう勉強しに行ったはずなんだけど、うん、好きな授業取っていいよって言われたから、なんか DG、 そうギターのなんか初心者のクラスとかあって、うん、そうでアメリカ人ばっかで、でも向こうの大学って総合大学だから、うんうん、音楽学生とかもいっぱいいるんですよ。で、帰国とかそういう音楽とかはないじゃないですか、留大でも。あ、沖縄の国際大学。そう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 、はい、だけど総合大学全部のジャンルがあってみたいな。そういう人たちが単位埋めるためにみたいな、はいはい、すげえ簡単なクラス。いや、ピアノやってた人とかバイオリンやってた人が、うん、なんか単位埋めるために超初心者のギターのクラス取ってみますみたいな、うんうん、あ、そんな流れなんですね。そういうところに入ったから、あっちの人は結構分かってるわけよ、その要領というかね、音楽に知ってるけど、俺はもう音楽全く初めての状態で
英語でなんか、はい、A 出してとか言われて、A って何みたいな。へぇ、そういうなんか、コードですよね、から、その始まって、そこでいろいろ音楽について学んで、へぇ、そっからですね、帰ってきて、うん、あのバンド組んでみてとか。え、びっくりしました、今。そうなんですか。なぜかというとね、チャーリーさん、はい、最初私、コウキさんのイメージがもうバンドマンで入ってきてるんで、なんつうかな、そこでスタートとかじゃなくて、そこの留学で音楽をスタートじゃなくて、音楽をするために留学したみたいな感じかなと思ったら違うんですね。全然違いますね。留学できっかけをつかみに行ったんですね。きっかけと出会ったって感じですかね。掴んだっていうよりは。なるほど。うん、それがまあいろいろこう回り回っていろんなメンバーとかいろんな人たちとやって、うん、今このメンバーに落ち着いて、うんうん、グレイスでそう2年目ぐらいになるのかな、このメンバーで、うん、あ、グレイス・ケリーっていうバンドですよね。そうですね、はい、うんうんうん、という感じですかね。じゃあその留学でギターを始められて、うんうんうん、だいでも3年4年ぐらいしかしてないですよね。4年前とかかな、5年か5年前ぐらい、そんなもんです本当に。ね、チャーリーさん、一回私ライブで、うん、あのグレイス・ケリーさんの見たんですけど、うん、死にかっこよかったです。あ、そうですか。ありがとうございます。その時聞きたから本気で本気で出会いもちょっと、ね、出会いがあったんですね、今日のラジオの前に、うんうん、なんていうタイトルでしたっけ、あのイベント、 CWS っていうやつ、うん、何の略だっけ、クラップ、ウェーブ、シェイクみたいな、うん、あのヒューマンステージ、ステージ、うん、ヒューマンステージで、ヒューマンアカデミーって言いそうだと思ったね、当日も当日行って笑われましたね。宜野湾市のヒューマンステージって言ってですね、うん、すごい音響がいい、お箱があるんですね、うん、そこで私 MC させていただいて、でコウキさんもチャーリーさんも、うん、なんとバンドでね出て、その時に、うん、あまりロックに携われる機会がなかったんで、うん、同級生がこうやってロックを弾いてるのは感激を受けました、うんうんうん、その後に CD いっぱい聴いたんですよ。あ、ありがとうでその CD も友達にまた貸ししてます今きっと戻ってこないでしょうね一応録音してるんで、あ、大丈夫、今日新しい CD 持ってきたんで。あ、なるほど、ありがとうございます。1個プレゼントしますよ。あ、ありがとうございます。本当は3980円税込みぐらいだと思うんですけど結構高めですね。そうですね、 DVD 付きぐらいで、 DVD とポスターが付いてたらいいんですけど、おうおう、付いてないですけどあ、なるほど、まあ、1000円、うん、1000円で売ってるんですけど。あ、ありがとうございます。大丈夫です、そうですね、はい、今日流れますよね。今日はそこから2曲ぐらい流していただけるってことで、 ありがとうございます。ぜひお楽しみに、聞いてみてください。はい、という形でコウキさん留学してまた音楽と出会って今活動されてるって形ですね。そうですね、はい、いや、あと一つ違う顔があるんじゃないですか。お私も今ハマってるんですよ。その顔とは、顔といえばそうですね、革の職人。そうですね、職人ってほどでもないんですけど照れちゃってる。宜野湾にレザーライブっていう革細工屋さんがあるんですけど、はい、そこでそうです、音楽と同じタイミングぐらいかな。本当にそんなに昔からやってたわけではないけど、4年か5年ぐらいかな、うんうん、その最初は教室生で、そこでいろいろ作りたいもん教えてもらいながら作るっていう感じだったんですけど、うんうん、はい、そこから教授まして、うん、そのお店でちょっと働いてみたりとか、うんうん、あとは人に売るようになったりとかして、はい、そこからもうなんか途中から自分のなんかブランドみたいに作って、うん、レザーライブとは別で、うんうん、個人でやってますっていう感じ。いや、かっこよすぎですよね音楽と同じで4年ぐらいで進行して、なんとブランド名がグチヤ山コウキ。グチヤマコウキですねグチヤマコウキっていう感じで、グチって呼んじゃった、グチヤマコウキはぁ、今日この革のブランド持ってます、ブランドっていうか自分で作ったもんとかを結構身につけて、やっぱりリスナーさん見えますか、え、映像さん、どこ、あれ、これでさ、こういうこれ革ですよ、こういうコインケースとか、これ自分で作ったんだね、見てください、財布とかもらってください。超上等、これでも結構初期の作品だから、超上等なんだけど、すごい雑なところはあるけれど、うん、こういうカービングって言うんだけど、その革に絵を彫るっていう、すごくない、すごいっすね、葛飾北斎、葛飾北斎が富岳36景好きなんで、なんて言えばいいんですか、葛飾北斎の、そのもう一回お願いします、富岳36景ですね。おお、革で描いて財布にしてます見えます
はい、気持ちだけでいいんで。はい、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。いや、じゃあなんか自分が持ってる革製品が、してくださいよ。ちゃんと近く見えた。これ台湾で買ってきたんですよ。台湾ですか、これメイドイン台湾ですか。これ本物なのかな。これ革と革は本物。本物の革、うんうん、全然本物。これね、300元。300元っていくら。900円。900円、安っ。これ2400円、見えます。やっぱよかった。で、あの友達に革職人がいないから、これ全部偽物と思ってたんですよ。これ革、もう革だし、つうかこれ手縫いだよ。手縫いだから多分一人なんか一個一個塗ってる多分。あ、ミシンでこう工場でバーってやるのじゃなくて。はあ、じゃあ本物なんだ、うんうんうん、ありがとう。これはいくら。これ800元。800元、2400円ぐらい。安い。安い、めっちゃ安い。日本だったらどれぐらいするの。これだってまるまるレザーさんとか、あの、ね、ミノワンの通りにあるじゃん、うん、ああいうところ行くと多分1万円とかするんじゃん。ですよね。ですよ。一応そう思って買ったんですけど、でも後から考えたら偽物かなみたいな。革もちゃんとっていうかすごいしっかりしてる。嬉しい。やっぱ革の詳しい方は見せてよかった。すが見る目がございます ね。いやいや、このデザインはちょっと難あるんですけど、素敵素敵、はい、っていう感じで。あ、見えたって。プレゼントしてくれるのってリスナーさんが。あ、コキさんの財布はあげますね。俺の財布はもう、全然もう、じゃあなんかあの、最後にこちらまでみたいなプレゼント。死に上等。死に上等ですよ。すごい。ありがとう。後で。そうですね、リスナーさんも気になってると思うんで、早速エコザイルさんありがとうございます。エコザイルさんありがとうございます。はい。あの、お店のね、住所の方もお伝えしますんで。今で聞きましょうか。じゃあお店はそのレザーライブっていうところでずっとやってて、で今そのなんだろう、場所は自分の自宅でやってるの。へー。自宅に工房があるから、もうそこで全部できちゃうから。え、できるんですか。っていうか、うん、だからもうなんか Facebook とか知り合いの友達とかからもうオーダーが来て、それをまあ作って。あ、すごい、すごい上手ですね。あのうちの、ありがとうございます。うちのあのスポンサーさんのごやつさんがいるんですけど、あのコンサルティングする方で、うん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 、よく言うのが SNS で発信しなさいって。今、ね、沖縄も日本もいろんなところでつながれるのに、うん、あの若者が SNS をもっと使って、あの、うんうんうん、まあ、自分が好きなことをするべきだという形で毎週教えてくださるんですね、うんうんうん、それをコウキさんは見事にやってるから。そうですね、うん、引きこもりなんで。いえいえいえ、もうそこから発信していこうかなと。それ自体で活動してるんで。そうですね、うん、ちなみに Facebook で結構発信してきます。やっぱりきますね。その写真とかこう何個か載せるとやっぱり反応して、まあ、いきなり欲しいって言わないでも、なんか何個か載せてるとそういえばこういうの作れるみたいな話が来たりもするし、はあはあ、例えばあの女の子で言えばね、若い人たちがビーズ作りとか、うん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 、あの縫うことが好きな方とかいれば、また自分で作って、うんうんうん、Facebook で発信もできる、同じようにできるってことですか。うんうんうん、そう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 、そういう方法だと思う。いろんなやり方があるんですね。そうですね。ありがとうございます。そしてそしてですね、ちょっとまたチャーリーさんの自己紹介に行きたいんですけど。はい、行きましょう。もう一つ気になること言っていいですか。何でしょうか。さっき動画の編集のなんかお仕事もされてる。あ、そう、今仕事はその動画編集の会社で働いてて。すごいんですけど。その映画が好きだったから、うん、あの映像もいじれるかなと思って。その音楽を要は作ってる人って結構映像に興味を持つ人が多いらしくて、うん、でやっぱ音楽ともちろん映画とかその何でもそうだけど、そのアートの枠にはまるものはやっぱり多分携わりやすいのかなと思ってやってみたらすごくハマってるっていう感じかな。じゃあもう好きなことばっかし、超羨ましい。ねえチャーリーさんね、うん、それが好きなことやって生活してるのいいよ、ね、超羨ましいですよね、うん、いい。それ音楽だけで生きてたら一番いいんだけどね、もちろんそれは。私もなんか習いたいです。なぜかというと、私も今その本業となる仕事を、うんうん、はあのまあお仕事あのなんつうかご飯を食べていくためにやってる感じなんで、うんうんうん、がっつりその本業の仕事も今好きなことも、ね、と含めやってるじゃないですか、うん、動画って。すごく場所にだから恵まれたと思います。これどうやって探したんですか。これね、プロフィールさっちゃんに先に送って、うんうん、知らせた通り俺ヒルトンホテルっていうところで働いてたんですけど、はいはい、すごい。そこで仕事中に、うん、
あのウェブアグレみたいので見つけました。それこうラジオで言わなくていいよ。いやでもいや どうやって見つけたんですかっていうから、あすごい今ね素直な気持ちで。ありがとうございます。あじゃ あ仕事をしながら他の仕事を探してたっていう形で、なんか、うん、なんか偶然なんか違う仕事もやってみたいなと思って仕事中だったけど時間があったから調べてたらこの見つけて、そうだね、あこれでも俺映画も好きだし音楽もやってるからできるかなと思って、はぁ、まあ、いろいろ調べてみたっていう感じ。素晴らしいですね。ちなみにこの映像編集会社で両立ってできるんですか？両立音楽活動と、あでもむしろその方が良かったかもしれない。そのホテル勤めの時はやっぱり時間の変動が多かったから。へえ、今ちょっと調整できる。そうそうそう、だいぶその融通聞かせてくれるし理解もしてくれてるから、うんうんうん、へえ、もしかしたら今現在進行形でうちの会社の人がオフィスで聞いてるかもしれない。これは宣伝しない方がいいですか？その会社ですか、うん、ああもうしていいのであれば全然どうぞ。あ今働いてるところですね、ベレール株式会社っていうところで主に結婚式の、沖縄結婚式多いじゃないですか、はいはい、そういうところに入って、まあ、記録撮影もするし楽しそう。であのエンドロールって見たことありますか、うんうん、その感動します。そう式の最後にバーって流れて、はい、なんか退場した後に見てなんか自分の名前とかロールでこう出てくるやつ、うんうん、であの後ろの映像を俺は必死にあのみんなが披露宴でワイワイしてる裏で必死に時間と戦いながら作ってるっていう、はい、あの人なんだ。そう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 、今年8個結婚式あったんですよ。8個多いな本当に多いですね。で8個全部見てつくづく思うのが、こんなにうちらが笑ってる後ろで この後ろの裏方の映像さんはすごい大変な目に遭ってんだろうなって。あれね恐怖ですね本当に。どんな気持ちなんですか？もう死にそうな気持ちになります。やばいんですね。じゃあもう時間がね本当 6時間はないかな、5時間ぐらいその現場に入ってからその流さなきゃいけないっていうタイムリミットまで、でもその5時間が本当に30分とかに感じる。時間に追われすぎて。その撮るのも入ってますもんね。撮る人は別でこの行ったりこの会場と編集室行ったり来たりして撮ったらどんどんくれるみたいな映像、そのデータを撮った後すぐポンポンポン回ってくるからそれを必死にこう編集してみたいな。はあ、しかもみんないい顔してるからどれ選ぶいいのかってね。そう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 いうのもね。よく工夫してるのはどんな感じですか？コツとかあると思うんですけど。コツはでもやっぱその音楽やってるからかわかんないけどだいぶ曲に合わせてしまうことが多い。すげえ。好きな曲をお客さんが先にもらっとくんですよね、そういう仕事って。でこの曲に合わせて作ってみたいな。おうほうほう。だからそのお客さんの例えばケツメイシだったらケツメイシのなんか、うん、アップテンポなら結構この映像もパッパ刻みよくとか、うんうん、なんかゆっくりでしっとりした曲だったらこうなんかフェードアウトしてフェードインみたいなちょっと長めにとかさ、はいはい、そういう曲に結構合わせたりしちゃうかもしれない。なるほど、うん、あの画面の出てき方とか。そう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 。いやーすごいですね。私も結婚式のスライドのねやらされたんですけど、これ難しくて難しいね、うん、それを毎日ね奮闘されてるのもすごいと思います。すごい、ね、なるほど。じゃあコウキさんはかなりのクリエイティブな方なんですね。多才ですね本当に。器用ですね。運よくもなんかそういう風なことばっかりできてます。素晴らしいですね。ありがたいです。はい、ありがとうございます。はい、それでですね、はい、今回のメイン、すいません、チャリーさんの自己紹介。確かに もう結構喋ってたからね。お願いします。いやもう全然全然いいですよ。生い立ちから、生まれた時からでもいいですもん。右足から歩いたとかでもいいんで、はい、そこはちょっとわからないから。わからないですよね。じゃあ分かるわけないじゃないですか。音楽から、うん、あもう好きなところからですよ。音楽始めたのは、これも後期と同じぐらいか、あ違うか。あーそうなんですね。あでも20高校の時やってたじゃないですか。俺はやってない。あやってない。ちょっと待って2人。ちょっと、ね、それはちょっとギターの方。そうですね、はい、自分は、うんうん、一応昔からはやりたいと思ってて、はい、だけど、うんうん、全然やりたいって思ってただけで行動は特に起こさなかったんで。なるほど、うん、最初にまず何したんですかね。最初ベース買って、へー、あこの曲のこの部分弾きたいと思って、
あ、好きな曲があったんですね、うん、そう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 、この部分面白いと思って、うんうん、弾きたいと思って一番安いベース買って、そこでスタート触って、あー面白いなって思ってただけなんだけど、おー、でちょっと経って、で中学校の同級生に久しぶりに会って、うんうん、今何してるのってなったら、ちょっと音楽やってるよって言われて、でバンド誘われたんです。じゃあもうそのつながりで一気に乗った感じで、そうそう、うん、でその流れでどんどんやってったら、うん、後期に出会って、え、うん、みたいな感じで、それで今結成されて、そう、何年目ぐらいですか？2年、ちょうどそうだね、出会ってからは2年ぐらい、そうそうそう、へえ、なんかもっと長くいるような感じがする。そうね、すごい仲いい感じがする。それは思う、それは思います、うん、思う思う、よく会ってる感じですか、プライベートとかでも。あの、俺が結構一方的にこの録音する、うん、そうそう、この曲撮るときにこのベースなんか弾いてみたいな、うん、へえ、で呼びつけるっていう、うん、あ、じゃあもう来てで来てくれるんです、うん、オッケーオッケー、来てくれる、優しい、で来てすごいこき使われるっていうね。でもチャーリーさんなんか喜んでね、あのちゃんと答えてくれそう、うん、なんかキサラギさんと似てません？それはどういうあれですか、あの雰囲気ですか？穏やなんつうか、なんか困った時に大きさ、あ大きさ、体重、見たことないけど、いや見たことないけど、キサラギさんわかります？うん、わかんない。びっくりしましたね、今のコメント、今のコメント、だあの、ね、当たってますよ、この どういう感じがですかっていう、キサラギさんもっと大きいですね。そうですね、雰囲気、うん、あのそれ体格かな、心もそう、体もあ大きい感じで、そんな感じですよ、でも大きい人は、そう、心広い、聞いたことあるよね、その体の大きさと心の大きさが結構比例するんじゃんっていう、うん、比例する、やだ、なんか聞いたことある、嘘、本当に、うんうんうん、男女構わず、なんか本当に大きい、ふくよかな人は結構あのおおらかな方が、うん、多い気がする。悪い人いない。確かに体が大きい方は本当に予想通り怖い人いないかもしれないですね。いない気がする。時と場合によるけど。ジャイアンは怖いよね。ああ、でもジャイアンは実は優しいやつなんだよね。ああ、うん。っていう噂が。なるほどね。ちょっとこの話はもうどこまでも行きそうですね。はい、そうですね。止まらなくなる。のび太は小さいみたいな感じでね。そうそうそう、はい、なんですけど、またあっという間に24分、早くないですか？早っ、コーキーが全部持ってった。チャーリーさん大丈夫です、この後もやりますんで、はい、その前にですね、一曲コーキーさんご紹介お願いいたします。はい、はい、じゃあ一曲目流していただくのが最近作った CD のタイトル曲になってます、ディズニーランドです。聴いてください。大好きです。あの歌でしょ。あの前聞きました。聞いたってか前も流してもらったもん。うん。ディズニーランド好き。あ、そうなの。あの CWS の紹介でゲルシズトップが取ってきて。ゲルシズ。ゲルシズさんが。2回出てますよ。2回も出てるの、うん。この内容の話とかも教えてください。今からスタジオに取りに行きますって川ぜひ会いましょう。この辺の今オフショットっていうこれも見られてる、全部聞こえますよ、ね、聞こえてるの、はい、今リスナーあれ聞いてんじゃないですか。リスナーはラジオ聞いて、でユーストリームを聞いてる方が、はいはいはい、あのこの裏話をわざと流してもらって、そういう違いがあるんだ、差別化というか、いいと思う。チャラい AKB ファンって誰だろう、いつも来てくれるわけ。曲は これめっちゃメッセージ性あるね。賛否両論なんですけどね。でもなんかそこをなんか賛否両論で語れる感じがきっかけになる感じでいいかなと思う。あえてそうやってる、角の立ちそうな歌にしてるっていう。ああこれあれだね、話しながら打つの大変だね。うん、面白い。でも今何人見てるか分からない。今の
このユーストリームだけで20人あのラジオ聞いてて思ってました。ユーストリームは人のこと言えないじゃん。大丈夫ですか。大丈夫。いらない。そう、なんかインパクトある。20人見てるなら20人つぶやいてほしい。あ、それ、それ言いましょうね。あんまり映す人いないですよ、多分、うん、これをあんなにコメントも、うん、なんか言ってる。なんて言ってる。俺の次はギターの安村だよ。僕は P さんだよ。ゆる P さん。最初プーさんって言ってるんだけど、まずい。著作権的にどうなんだろうって。ディズニーやったら次でしょ。そんな感じなんですね。ピーってやったらピーさんになった。してますね。あの財布って大体どれぐらいですか、価格は。価格、葛飾の、あの絵を描いた財布。財布2万ぐらいしません。あれね、売るなら3万ぐらいじゃない。時間がめちゃくちゃかかった。あ、そっか、あれのデザイン代も入れたら4万かかる。3万。手彫り。手でやって手縫いだし。じゃあこれもっとそれぐらいしますよね。これもこれ絶対高いと思う。どうやったのか分かんない。これ いっぱい売られてますか。ほんと失敗の人がやったのかな。じゃあ安い人件費でやってんだろうな。その他の違いで、多分あっちの人からしたら高いんじゃない。ああ、現地の人ゴールミッキー CM 入ります。はい、で CM 行きます。次は、なんだろう、次タイトル決めないと。笑い CM